さあそして試合は再開となりまして、これより最終クォーター第4クォーターに入ります。攻守の方向変わりまして、今度はその画面向かって右から左に攻める格好になります。ボールオンは相手陣37ヤードからのセカンドダウン5。ファースト、クォーターバック18番、ワイドレシーバー11番にパスを通し、11番キャッチアンドランでファーストダウン獲得、攻撃権更新といたしました。磯野相手陣26ヤードからファーストダウン10。さあこのパスは不成功です。クォーターバック15番、今度はターゲット19番へのパスでしたが、プレッシャーからパス不成功となりました。パス失敗により攻撃権1つ失いセカンドダウンに変わります。磯野相手陣26ヤードからセカンドダウン10。佐藤建設もディフェンス陣踏ん張っております。クォーターバック18番、ハンドオフフェイクから右オープンへのランプレー。相手ディフェンスタックルを受けましたが、しかし約8ヤードのゲインと書いています。磯野相手陣19ヤードからサードダウン2。さあこれは佐藤建設ディフェンス陣が村上います。この中央突破のランプレー、佐藤建設止めました。ノーゲイン1ヤードのゲインとどめ、フォースダウンと変わります。磯野スーパースターズフォースダウン残り1ヤード、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、35ヤードのフィールドゴールに挑みます。フェイクプレーによるスペシャルプレーでした。キッカーに入った76番にハンドオフし、右オープンのランにより攻撃権更新を図りましたが、しかしこれは佐藤建設見事に対応、4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。ターンオーバー、フィールドゴールと見せかけ、ここからのフェイクによるランプレーにより攻撃権突破、あわやタッチダウンを狙うという磯野のスペシャルプレーでしたが、これを佐藤建設素晴らしい対応しまして見事に防ぎました。佐藤建設この土壇場において再び攻撃権を取り返します。ボールオンは自陣22ヤード、佐藤建設ファーストダウン10。ファースト、ここで佐藤建設クォーターバック15番からワイドレシーバー1番へのホットラインが炸裂、見事攻撃権成功しまして更新しまして、佐藤建設ファースト。投じましたクォーターバック15番は川村、取りましたワイドレシーバー1番は沖西、ともに岡山大学のホットラインがここで成立しました。
佐藤建設自陣43ヤードからファーストアンテン。再びパスで成功、佐藤建設ファーストアン。再びこのホットラインです。クォーターバック川村からワイドレシーバー沖西へのパスが通りまして、2連続攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。さあこれにより佐藤建設相手陣に入りました。相手陣44ヤードから佐藤建設スタンディングベアーズファースターアンテン。パス不成功。ここでクォーターバック15番カウンター気味にランニングバック2番へのスクリーンパスを狙いました。2番しかしこれをキャッチできずパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いまして佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウンの状況に変わります。佐藤建設相手陣44ヤードからセカンドダウンテン。キュービーサーク。ここでクォーターバック15番右に流れてパスを投じようとしましたがターゲットを探すうちに磯野スーパースターズ17番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。これにより約4ヤードロスに変わっています。ここで佐藤建設後半1回目のタイムアウトを取ります。クォーターバックを決めましたのは磯野スーパースターズの17番北川でした。岐阜大学出身。さあ佐藤建設後半1回目のタイムアウトを使いました。状況は佐藤建設の攻撃です。ボールオンは相手陣48ヤード佐藤建設サードダウン14。ここでクォーターバック15番左に流れながらパスを投じようとしました。しかしこれを磯野スーパースターズ76番がキュービーサーク、さらに3ヤードロスという形になりました。佐藤建設ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。今度はキュービーサークを決めたのは磯野スーパースターズ76番の西脇、岐阜大学出身のチームバイスプレイヤーバイスキャプテンでした。そしてここで佐藤建設スタンディングベアーズは後半2回目のタイムアウトを使います。佐藤建設この2タッチダウン差という状況をあえて鑑み、ここであえて2回タイムアウトを使いました。しかし状況はフォースダウン17、佐藤建設自陣49ヤードからのフォースダウンの攻撃に入ります。プレーを選択します。ギャンブル。キュービーサーク。そこを磯野スーパースターズ猛追。一気にクォーターバック15番に襲いかかり、キュービーサークとしましてフォースダウン失敗としました。攻守交代です。ターンオーバー。
磯のディフェンスの凄まじいまでの圧力によりまして佐藤建設の反撃を断ち切りました。攻撃権取り返し、磯のスーパースターズ相手陣46ヤードからの攻撃に入ります。磯のスーパースターズファーストアンテン、さあしかし佐藤建設もディフェンス陣奮闘します。凄まじいプレッシャーで佐藤建設7番がクォーターバック18番を下見まして約1ヤードロス。佐藤建設7番の広常が素晴らしい活躍をしてまずチームに勝つを入れます。磯のスーパースターズ相手陣47ヤードからのセカンドダウン11となります。これもディフェンスが素晴らしい。再びクォーターバックのキープを図ろうとしましたがこれを佐藤建設4番と44番が対応しましてさらに1ヤードロスとしました。佐藤建設の4番は池田、44番は安藤、ディフェンス陣ここで奮起します。そのスーパースターズボールオン相手陣47ヤードからのサーダウン11の状況で試合再開ですがさあこの攻防どうなるでしょうか。さあクォーターバック18番の総力に託そうとしましたがこれも佐藤建設ディフェンスが対応しました。ここでホイッスル、なんと佐藤建設ここで後半すべてのタイムアウトを使います。後半最後のタイムアウトを使いました。佐藤建設あえてここでタイムアウトを使い残り時間にその逆転のシナリオをかけます。試合再開となります。磯のフォースダウン11パントフォーメーションを選択します。このパントはリダウンを避け低いパントにしました。結果的に佐藤建設陣10ヤード付近でボールデッドとなりましてこの位置での攻守交代となります。さあ結果として佐藤建設は試合時間残り4分18秒を残した形で攻撃権を得ました。タイムアウトは残っていません。しかし残り2タッチダウン、これを時間をできる限り有効利用し2回のタッチダウンを狙います。ボールオンは自陣12ヤード佐藤建設ファーストアウト。パス不成功。ここでワイドレシーバー1番のログパス、しかしこれを磯のディフェンス陣も踏ん張りましてパス不成功としました。前パスの失敗ですので時計は一旦止まります。試合時間残り4分10秒、佐藤建設ボールオン自陣12ヤードからのセカンドダウンテン、
成功です。パス成功、ファーサークォーターバック15番プレッシャー見ながらワイドレシーバー1番にパスを通しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。さあそしてチェーンがセットされまして時計が回る形になります。佐藤建設、さあまず外へ投げ捨てる格好でワイドレシーバー1番にしかしパスを通しました。1番これをキャッチアンドラン、素晴らしいステップワークで約7ヤードのゲインに変えています。また外へ出たためここで一旦時計が止まります。試合時間残り3分47秒。佐藤建設セカンドダウン3、ボールオンは自陣34ヤード。さあそして時計が回っております。さあ今度は外へのパス、攻撃権は更新です。佐藤建設ファースター、ワイドレシーバー1番にパスを通して攻撃権更新としました。佐藤建設ファーストダウン10の状況に変わります。さあここでパスを叩きつけパス失敗としました。攻撃権は1つ失いますがここで一旦時計が止まります。試合時間は残り3分20秒となります。佐藤建設自陣39ヤードからのセカンドダウン10、試合時間残り3分20秒。佐藤建設ファースター、ワイドレシーバー26番、キャッチアンドラン、タックルされるとそこで時計が回りますがしかし攻撃権更新としました。チェーンが動いている間は時計が止まります。さあ時計回る、佐藤建設相手陣49ヤードからファーストダウン10。さあパスを叩きつけましてこれは一旦パス成功としましたがしかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則となります。インテンショナルグラウンディング、不正な前パスという扱いになりました。パスはすかさず叩きつければこれは合法となりますがそのプレーが紛らわしい場合には反則という扱いになります。先ほどのプレーはその判定となりました。攻撃権を1つ失いましてセカンドダウン10という状況になりまして試合再開です。佐藤建設セカンドダウン10、パスだ。クォーターバック15番ワイドレシーバー1番にパスを通しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファスだ。しかしここでイエローフラッグが出ています。オフェンスの反則です。ホールディング、先ほどのプレーの際にパスを防ごうと相手選手を掴んでおりました。10ヤードバッタイ、したがって先ほどのパスは無効となります。佐藤建設10ヤード下がりましてセカンドダウン20、ボールオンは自陣41ヤード。さあランニングバック2番に託しましたがしかしこれは中で倒されました。時計が回ります。攻撃権更新には至っておりません。サードダウン21の状況となります。佐藤建設に時計を止める手段はありません。時計は回っております。佐藤建設サードダウン20。パス不成功、ここでクォーターバックパス時間を止めるためにパスを叩きつける選択としました。結果的にフォースダウンに変わります。
現在負傷者が発生しているため一旦レフェリーによるタイムアウトが入っております。現在状況は磯野スーパースターズ14点、佐藤建設スタンディングベアーズ0点。攻撃は佐藤建設スタンディングベアーズです。ボールオンは自陣40ヤード、しかし攻撃権更新なるでしょうか。フォースダウン21という非常に厳しい状況にあります。さあ試合再開です。佐藤建設フォースダウン21。パス不成功。この状況ワイドレシーバー1番のキャッチロックに託しました。しかしこのパスはカットされパス不成功です。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代、ターンオーバー。佐藤建設ここで逆襲になります攻撃ドライブを展開しようとしました。前進はしておりましたが、しかし痛恨の反則によりまして攻撃権更新になりませんでした。攻撃権変わりまして磯野スーパースターズ相手陣40ヤードからのファーストダウン点に入ります。さあランプレーに入ります。ランニングバック35番、ハンドオフを受けまして左オフタックルをつきましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でプレーをしました。この反則によりまして先ほどのプレーは無効という形になります。5ヤードの抜体となります。磯野スーパースターズ相手陣45ヤードからファーストダウン15。さあ中央へのランプレーを展開しようとします。キャリアは22番、ハンドオフを受けて突破をしようとしましたが、ゲインは約2ヤードとなっています。しかし中で倒れているため時計は回ります。キャリア22番は今井、金沢大学出身のルーキープレイヤーです。磯野相手陣42ヤードからセカンドダウン13。ランニバック42番、ハンドオフを受けて中央突破を図ります。ゲインは約4ヤード。キャリア42番は倉谷、神戸学院大学出身の39歳のルーキープレイヤーです。磯野スーパースターズサードアンライン、ボールオン相手陣39ヤード。試合時間残りまもなく30秒を切ります。
そのスーパーサーズファスター、何バック25番ハンドオフを受けて左オープンに展開、攻撃権更新としました。そのスーパーサーズファスター、ここでホイッスル、チェーンのトラブルが発生しまして一旦レフェリータイムアウトが入ります。さあ試合再開で時計が回ります。しかし佐藤建設に時計を止める手段はもう残っておりません。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ0点、磯野スーパースターズ14点で磯野スーパースターズの勝利となりました。この前哨対決は磯野の勝利という形になりました。両チーム素晴らしい戦いでした。共に攻撃守備ともに相手を圧倒するシーンが多々ある中、しかしその要所において得点を挙げる形になりました。磯野スーパースターズがこの対戦を勝利する形になりました。本日は応援ありがとうございました。しかし佐藤建設もそれに気を取らない素晴らしい戦いでした。この一戦を制しました。そのスーパースターズ、これにより全勝 A ブロックの優勝争いのトップを立つ形になります。両チームナイスゲームでした。この試合は A ブロックのともに全勝対決という形になっておりました。ともにその成績にふさわしい力量を持つ同士の熱戦は最終的に磯野スーパースターズの勝利という形になりましたが、ともに優勝を名乗るだけの素晴らしい一戦だったと思います。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れ挑みながら、しかし最後まで挑みきるに至らなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。
そして次へと進む、この物語の続きを楽しみしつつ、この配信はまもなく終わらせていただく形になります。この配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画により、 X3 ウエスト全チームおよびこの画面に映し出されたさまざまな方々のご支援ご協賛をもちまして実現いたしました。この配信によりまして、この会場に来られない幼少の方、ご高齢の方、病床の方、さらには遠方地にありこの会場に来られない方々にもこの試合をご覧いただくことがかなっております。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続させていただいております。この企画にあります YouTube の説明概要欄にその申し込みのショッピングカードございますので、ぜひこちらの方ご協賛いただければ幸いに思います。その配信を本日受けたまらせていただきましたのは、私道楽やりちゃです。この後に行います、時間延長となりましたが18時から行われます琉球ガーディアンライオンズ、そして大阪府警シリーズの一戦も配信させていただきます。それでは皆様失礼いたします。